吉田さん、みんなの銀行、いいですね。やっぱりね、稼げる稼げないっていう論争をするときに必ず突き当たる問題なんですけども、稼げるものをおすすめしてもやらないんですよね。稼げないとか言って、やらなければ稼げないんですよ。やればすぐに稼げないかもしれないけども、稼げるに近づくんですよ。で、一度稼げるようになると稼げないというところにステップバックして戻ることはほとんどないんですよね。だってみんなの銀行、誰かが口座作ってくれればね、確実に1000円とか1500円お互いに入るわけじゃないですか。これ断る人っているんですかね。相当信頼されてなければ、信用されてなければおすすめしてもやってくれないと思いますけども、あ、じゃあ久保さんが言うんだったら、吉田さんが言うんだったらっていうふうにやっていただけるかどうかっていうのは、すなわちそれまでの付き合いがどうだったかってことに反映されると思うんですよね。もしくはこれからの付き合いのために、これはちょっとね、損はないからやっといてよっていうふうにきっかけを与えられるかどうかですよね。肝心なのは物怖じしないことと、まるで悪いことをねしてるかのように遠慮しないことだと思うんですよ。堂々と進めることじゃないですかね。何かをね奪うわけではないわけですから。いや、個人情報がどうこうとかいう人に、じゃあ金融庁が管轄している銀行口座に届ける個人情報がそこら辺ほどまで不安だったら、銀行口座あなたは作れないんですか、どうするんですかってことですよね。まあそこまで言わなくても、おすすめして100人が100人やってくれないにしても、まあ10人が10人やるとも限らないですけども、10人中2人とか3人とかはやってくれるんじゃないですかね。その繰り返しだと思うんですよ。全てのことは100発100中ではありませんから、やったところで打率2割とか3割だと思うんですよね。でも2割3割で上出来なんですよ。それを繰り返すことによってロスは出るけども、稼ぎっていうのは生まれてくるのかなと。100万円目指したけども2割で20万十分じゃないですか。少なくともやらずにゼロを更新するよりは、やってなぜダメだったのか、なぜうまくいったのかの蓄積があるだけでも前に進むと思うんですよ。それが今日頑張り始めたものにのみ明日が訪れるってことじゃないですかね。後でやろう、明日やろうって言ったことに実現したことってあるんですかね。おそらく一番モチベーションの高い今この瞬間にやらないってことは、モチベーションが落ちていく明日とか明後日とか10年後にはもっとやらないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、常に今日を真剣に生きる、1秒を無駄にしないっていうのはそういうことかなと思うんですけど、いかがですかね。じゃあ雪も止んだみたいなんで行ってきますか。行ってらっしゃい。